ユーフローゼンにということで、今日はですね、皆さん、10時23分ということでね、ちょっと遅めの晩飯なんですけれども、お腹が空きました。今日は、家で、すき焼きをやりたいと思います。すき焼きしたことないんですよ、家で。すき焼き、美味しいもんね。大好き。パクパクって。今日は、みーちゃんとね、一緒にすき焼きを作っていきたいと思います。ということで、みんなやっていきたいというふうに思う。まずはすき焼きの材料を切ろう。長ネギが、大好き大好き。次はこれ、水菜。水菜って美味しいよね。よっしゃ、次は白菜切るぞ。ああ、こんなもん？これ食べるかな？こんなにいっぱい。だってスーパーで買った時さ、食べるって自信満々に来たの誰？食べれないよそんなって言ったのよみたいなこと言ってたよね。だって、まあ半分だけ残すかじゃ。ほら牛肉だ、ほらすき焼き用いいだろう。 30% オフですごい安くなってた。はい、ということでね、すき焼きをさ、家でやったことないからわかんないんだけど、もう普通の鍋で、土鍋でやります。牛脂はね、スーパーでもらってくるの忘れたんで、だからオリーブオイル使います。ちょっとだけにしとこうよ。大丈夫大丈夫、オリーブオイルは万能。ネギをね、焼いて風味を出した方がいいって聞いたことがあるから、とりあえずこれぐらい焼いてさ、あ、焼ける音する。あーすごい、やばい、土鍋じゃやっぱダメなのか。くっつく、入れちゃえ、もうどうでもいい、ま、あ、そう、みんな忘れてた、スーパーでなんかね、これがあったんですよ、もう割り下が。俺こういうのね、ちゃんと並べないと嫌な人ですから。ネギはネギみたいな。はい、こんな感じかな。みんないいんじゃん、すき焼きっぽくない？じゃあ乾杯してる先に、うん、はい、乾杯。乾杯、いただきます。美味しい。プレモル、キレとレモンサワー。そんななの？うん、すげえ。そう、美味しいんだよこれ、飲んでみる？うん。あのね、今半のおかみさんがね、卵を溶いてくれるんだけどね、こうやるのこれぐらいなの全然全然ひねそうでは後でもらってから自分たちこうやって溶いてケルケル。お肉食べた？ほらこのお肉美味しそうだから、いただきます。いただきますね。あ、ご飯が染み込んやん。いいやん、家でやるすき焼きもいいやんな。白菜ね、白菜鍋ってさ、野菜もさ取れるからいいよね。まずは、のっぱ、おいしい。うん、あ、おいしい、やばい、赤い、熱いっしょネギ、だから言ったじゃん、スースーしなって。ということで皆さん、すき焼きは最高。家でやるのも意外とありやね。うん、しかも鍋と一緒でそんなお金もかかんないしね。うん、いいと思います。皆さんもぜひやってみてください。ただちょっと土鍋でやるのはちょっと違う気がする。あのお店であるような平べったいこうやつでやんないとちょっと微妙かもね。ということでバイバイね。バイバイね。気持ち悪い。